い、どうも、カッパ院長です。じゃあ最後はね、まあ、安倍さんとは全然関係ない話なんですけども、サムネ見てこれ、何の話だか分かりました？これはある猫型ロボットの話なんですけども、って言ってもドラえもんじゃないです。当たり前ですけどもね。これ見たことある方いらっしゃいますかね？僕も引きこもり生活長いんで、これ初めて見たんですけども、これ今なんかね、世界中で、まあこれ日本もそうだし、あとまあ今回取り上げさせていただいたのはこの中東アラブですかね。だからまあ世界中でなんかまあこのお店とかで、どうなんだろう、観光庁、役所なんかでも、このアラブはなんかそれっぽいんですけど、あれか、アラブの場合コーラン、モスク、なんか宗教施設でも活躍してるみたいな。なんか世界中で今これね、活躍してるらしいんですよ。結構前からなのこれ。僕初めて知ったんですけど、こんなの。なんか日本だとこの、まあ、今回このファミレスガストってあるじゃないですか。スカイラークグループのガスト。何年も行ってないからもう全然知らなかったですね。こんなのが活躍してるなんてね。あと他にもなんか調べたところ、なんかこのしゃぶしゃぶ屋さんとかでも、結構なんかこの外食、ね、日本の飲食店、居酒屋さんとかでもあんのかな、これ。なんか活躍中らしいんですよ。で、しかもこれね、中国製の猫型配膳ロボットらしいんですよね。ってちょっと思ったんですけども、まあまあなんか日本国内でも、その仕事、配膳ロボとしてはね、そこまでの評価じゃないけれども、なんか可愛いとか、なんかそういう、そもそもなんか配膳ロボとしての機能としての評価じゃなくて、見た感じが可愛いとか、あとなんかこれこの顔っていうかこの頭っていうか、なんかこの撫でると喜ぶみたいな、なんかこうなんか会話まではいかないけども、なんか声を発するらしいんですよね。まあ僕現物見たことないんでどんなもんなのか知らないんですけども、撫でると嬉しいにゃーみたいな、なんかこれなんとかなんとかにゃーみたいな、にゃー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 、なんか返事するらしいんですよ、どうやら。リアクション取るらしくて、それがなんか、まあ、なんとなく女子受けするデザインなのかな、これ。どう思います？これ、このあなたがもし女性として。こんなん来たらちょっと面白かったりしますかね。まあ、一回ぐらいはちょっとなんかスマホで撮るかもしれないよね。まあ、ちょっとね、ガストの話とアラブの話、ちょっと順番に見ていくんですけど、これ日本のメーカーはこういうの作らねえの、もう。ね。さっきちょっとね、中国の話をチラッとしましたんで、ね、ちょっとなんかこう、って感じが余計しますけども。まあ、いや、ちょっと記事順番に見ていきましょうか。じゃあ、まず日本のガストからですかね。日本のファミレス、スカイラックグループですよね。このガストで、まあ、中国製の猫型ロボット、これ名前なんて言うんだろう。ベラボット。読み方合ってんのかな？ちょっとアメリカ語なんでよくわかんないですけども。を全店でこれ導入してるんだってね。順番にか。導入今推進中らしく。ただまあ、これを猫型ロボットって言っていいのかな。なんかちょっと微妙ですかね。なんかいわゆる思ってたのと違うっていう感じなんですかね。実際これ役に立ってるんだったらすげえなと思うんですけども。ファミレスガストで猫型配膳ロボットも導入が進んでると。これもあれなのかな。人不足解消になってんのこれ。でも結局これあれでしょ、運ぶのはできるけどテーブルに並べられないんでしょ。だから人がこれこれまさかと思うけど、後ろからこれ人がバイトのお兄ちゃんお姉ちゃんがこれ人後ろから押していくわけじゃないよねこれ。なんかちょっとよくわかんない。それともお客さんがこれ自分で取れよみたいな感じなのかな。テーブル脇にこのついたらね、お待ちどうさまでしたみたいな感じで言って、おお来た来た来た、ここ誰のみたいな、はーいみたいなっていうんじゃないよね。どういう感じなのかな。それとも片付けるだけ、下げるときに活躍するのかな、これ。なんかよくわかんないですけど。まあ、推進中なんだって、この導入がね。で、中国の、伸ばすのかよくわかんないけど、プードゥロボティクスかな。パダロボティクスかな、ちょっとわかんない、ベラボットっていう名前かな、このロボットがガスト店内でバッテリー不足になると充電足りないにゃんなどと発言したとするツイートがバズって話題になってんだって。バッテリー不足になると充電足りないにゃんって言うんだって。で、かわいいと実際見に行きたいとする声が多くて、
どの店舗でこのベラボットに会えるのかっていう、4月までに700店舗で導入済みだから結構な割合で会えるんじゃないのこれ、ガスト入れば。で、この、プードゥロボテクスの5月20日付発表だと、このベラボット、業界初の猫をモチーフにした配膳ロボだそうで、縦に長い本体の裏側に食器を乗せるスペースがあって、上部のパネルには猫の顔が表示されていると。配膳や障害物回避機能のほか、豊かな表情、AI 音声による接客が可能なんだって。じゃあ会話できんのかこれで、ガストを運営するスカイラークホールディングス、2021年、去年の10月18日付発表だとによると、ガストは22年、4月までに約700店舗、今年、年末までに、約600店。なんで減るの？ああ、700、600で1300になるってことか。ベラボットを導入する方針だと。同社公式サイトによると、22年3月末時点でガストの店舗数は1326店のため、まあ今年中にほとんどの店舗に導入予定っていう、そういうことなんですかね。へえ、これ見たことあります？料理持ってきたにゃんとか言うのかな。まあそっか、なぜこれを国産で作れないのか、逆にそっちが気になってしょうがないんですけども、日本のメーカーはこういうの興味ないのかな。役に立つ立たない、まあもちろんそうなんですけども、なんだろうな、なんかこういう面白おかしいのもなんかね、 NEC とかさ作って欲しかったんですけどね。あ、NEC じゃないか。ソニーとかがやりそうだったのか、昔は。で、これが実はアラブ、ね、中東圏でも活躍していると。ね、今度は配膳ロボじゃなくて、このコーランを運ぶ係で活躍してるんだって。国、地域が変わると随分変わりますね。で、超重要な任務を任せている。ね。で、これ絶対一緒ですよね、これね。見た感じどう考えても一緒ですよね。タワーフアルウィーダ、これなんだろう、メディア名かな、巡礼者がメッカを出発する前に行う必須の、あ、儀式の名前か、月曜日、ジャマラと橋の柱に最後の石を投げる、っていう、なんか巡礼者はそういうことするらしいんですけども、モスク事務総局、二世モスク事務総局ってなんだろうな。月曜日、メッカを離れる前に、ハッジの最後の儀式を行う巡礼者に、ロボットがこのコーランのコピーを配っている。そういう様子らしいです。配膳じゃなくて、このコーラン、ありがたい教えを、そのコピーを配る、ね。そういう重要な任務になってるらしいですね。ここでもやっぱり、充電切れたにゃとかって言うのかな。ちょっとわかんないですけども。で、これ多分同じロボットだと思うんですけど、大統領府の指導担当副大統領、シェイク・バドル・ビン・アブドゥラ・アル・フライヤ氏は、このロボットは二重自動航行システムを使用し、障害物や人との衝突を避けるための三次元センサーを備えていると説明したと。中国のどこどこ企業のって話がここには載ってないんだよな。でも見た感じ同じだから多分一緒っすよね。ロボットの重量がこれ60キロあるんだって。最大40キロまで運べるんだと。速度は 0.5 秒から 1.2 秒の間で制御可能。で、速度が 1.2 秒ってなんだろう。まあそういうね。多分さっきの猫型ロボと一緒だしですけど。ちょっとなんかこれ見に行ってみたいな。でもガスとか、どこにあったっけ、六本木。なんか麻布の方にあったかな。ちょっと後で調べてみようかな。まあ興味ある方はね、ガストに見に行ってもいいんじゃないでしょうかね。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。